左が関西型、右が関東型刺身包丁は和包丁の一つ。生の魚介類を刺身などのために切り身などを薄く切るために使われる。刃渡りは18から36センチメートル程度で細長い。薄刃包丁と同じく関東のものと関西のもので形が異なり、関東のものは切っ先がなく四角い。関西のものは ははまっすぐであるが、先端は尖っている。関東型のものをたこびきと言い,い、関西型のものは、型から、柳人包丁や正夫とも言う。通常は型派であり、裏側に、裏すきと呼ばれるへこみがある。関東では、関東型、関西では、関西型がよく見られる。ただし関東でも、関西型の包丁を使う料理人はおり、その逆もしかりである。現在では、 柳人膨張型が増えつつある。出羽膨張に比べると薄く細長く、葉の反りが少ない。家庭では18から24センチメートル程度、本職用には27から33センチメートル程度のものが一般的である。おおむね切り身の魚を扱うために使われる。刺身を引く際に切り口を美しく新鮮に保つためには一方向への引き切りであることが必要なため。 刃渡りが長く作られている。大型の魚を切り身におろすまでは出場包丁や、その派生である見下ろしろしなどを使う。刺身や、ぬめりのある魚介類を引くのに非常に便利であるほか、近年では、肉類もこれで切ることがある。ただし、肉を切った後はしっかりと油を拭う必要がある。ふぐ引きは、柳人包丁の形であるがさらに細身で薄くなっており、断性もある。 関西では鉄砂包丁とも言われる。非常に薄いフグの刺身を引くために、このような形状になったと考えられる。ありがとうございます。